カロリネガタズは、ブラジルの女子バレーボール選手。ポジションは、ミドルブロッカー。ブラジル代表、サンパウロ州サンジョゼドリオプレト出身。2005年に、ブラジル代表に選出される。同年ワールドグランプリでは負傷欠場したファビアナ、クラウジノに代わって、スタメン出場し、予選で35本のブロックを決めるなど彼女の穴を、見事に埋める活躍をして、優勝に貢献。 11月のワールドグラウンドチャンピオンズカップのブラジル初優勝にも大きく貢献した。2006年の世界選手権と2007年のワールドカップでは銀メダルを獲得したが2008年の北京オリンピック出場メンバーからは外れた。2009年の南米選手権ではチームを優勝へと導き自身もベストブロッカー賞を受賞した。2010年の世界選手権を最後に 代表メンバーからは、外れていたが、2013年11月に復帰し、グラチャンで金メダルを獲得した。2021年に8年ぶりに代表へ復帰すると、同年のネーションズリーグで銀メダルを獲得し、自身もベストミドルブロッカー賞を受賞した。同年8月の東京オリンピックでは、銀メダルを獲得し、自身もベストミドルブロッカー賞を受賞した。ありがとうございます。